ックディバイドが上がっているので、うん、ビチャ版やっぱ使ってる人いるな。なんすかビチャ版、中のビチャビチャいうやつ、なのでクレイジーラクーン側としては本命は A サイトに、水槽みたいな、はい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 、はい、これはあれ俺も好きっすよ結構、まあ俺も好きだけど、B サイトネプチューンっすよね確か、あからクレイジーラクーンはいつも通り合流、バンダル音低いやつ打ちやすい、メデューサと共に新しいやつめっちゃいいっすよ、このランダちょっと音でかめっすけど弾道くっそ分かりやすいっすね、うん、弾道に輪郭がつくんですよ白い、2発飛んでるみたいになってすげえ分かりやすいっすね、そこ分かってはいるんですか、TV、うまっ、うまっ、ナイスカバーだ、でもいいカバー、うん、オーバードライブの TV、 うおトリプルキル、あれ音聞こえてなくない、右側しっかりボバシさばきました、コズミックリバイド、でもちょっと今の気持ちよくなるの入ってるっす、足を止めるため、ちょっとあれだね、まあまあまあ、ただスパイクは回収できてる、ただ設置の時間がありません、そういう時にやっぱ俺思うんですよ、俺は結構その選手の時反省会でなんかこう気持ちよくなってないって言ってたんですけど、なんかでも俺が2キルしないと負けたくねみたいな言われるんですよ、わかります、3キル目は必要ないけど2キル取ったから俺ら分かったみたいな話をされて、なんか結構ムカついちゃったんですよ、まあそうか、うん、けどやっぱそこはプライドもあるじゃないですか、その人の、まあね、うん、だからそこを傷つけるように言った俺が悪いですけど、多分その気持ちよくなるってワードが良くなかったっ、ね、まあ理屈で言った方が分かりやすいよ、うん、言い方大事よ、うん、そうです、クレイジーラクーンありますか、言い方すげえ気にしてたな、手前でそのスキルを多く使ってくるってことがないんですよ、イグジストが、はい、でも俺結構反省会でたまに半年か1年に1回ぐらい俺結構ブチギレてた、あどういうブチギレなんですか、いや俺言い方が悪いってマジで怒る、ああはい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 、対するイグジスト側も絶対に出てると思う、だからミッチーの言い方され、うん、だからミッチーに多分俺怒ってたよ、ああなるほどなるほどなるほどまあ、もち, ろんちなみにやっぱ俺はあれなんで、そのコーチに言ってたんで全部、ああまあまあそれは、え、佐々木さんコーチいました、いない、いないですよね、いなかったら絶対しょうがないと思うんですけど、その1プレイヤーがプレイヤーに指摘されるって割とプライド傷つくと思うんですよ、そうだね、だから基本全部コーチにめっちゃ言ってました、干渉剤大事、そうっすね、足音聞こえてる、